おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それともおやすみなさい。アクアリウム系の動画を中心に配信している。私、アクア、モリコです。よろしくねー。お久しぶりね。朝日が忙しくって。モリコの出番があんまり作れないんだって。ひどいわよね。しかも今回は、ブルゾンちえみの動画。初の顔出しになるんだけど、こんな顔出しの仕方でいいのかしら。毎年地域で開催されるお祭りに余興を奉納するんだけど、その余興の一場面に朝日がブルゾンになった過去の動画があって、それを今回お送りします。低評価間違いなしで、ギリギリ見れるレベルだから頑張ってみてください。ではスタート。もう一人、危ない、もう一人お友達を呼ぶわね。危ない。しもしも、ちえみ、あ、ちえみね、ちえみ近くにいる。今八幡社でお祭りやってるけど来れる？ちえみ近い？え、入ってきて。ちえみ、ちえみいるかしら。あとちえみとウィズビーが来てくれました。ミュージックスタート。どうも、効率的な仕事ぶり、充実した生活、キャリアウーマンです。グミちゃん、仕事仕事。え、元彼のことが忘れられなくて仕事に集中できない。ダメウマン、いい？元カレのことが忘れられない。じゃあ質問です。クミちゃんは味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか？新しいガム食べたくない？味がしなくなったらまた新しいガムを食べればいい。だって地球上に男は何人いると思ってんの？35億、あと5000万人。ありがとう、ちえみでした。すんごく気持ち悪い、気持ち悪いちえみが来まして、気持ち悪い。皆様、お疲れ様でした。とりあえず、気持ち悪かったわね。声援が悲鳴だったわね。あの後、子供たちには人気だったみたい。あと、動画はないんだけど、キャリーパミュパミュもやってて、これは子供たちに本物ですかって聞かれたみたい。子供たちの目にはどう映るのかしら。中身はおじさんなのにね。さて、今回は以上になります。あと、チャンネル登録まだの方、今回は無理にとは言いません。次も見てくれると嬉しいです。またチャンネル登録済みの方、お願いだからチャンネル登録の解除しないでくださいね。じゃあねー。